皆さんこんにちは。松陰坂学院で治療担当してます増田です。今日はですね、日本の水産業について勉強していきましょう。はい、漁業ですね、水産業。はい、でまず日本は島国です。海洋国なので当然漁業有名なんですけど、なんで、漁業に非常に力を入れてるかという話からちょっとしていきたいと思います。これは高校受験でももちろん出ますし、どちらかというと中学受験でメインになっている内容なんですけれども、まあちょっと日本の本当に大まかですね、こちら南西諸島ありますけれども、概略図書きました。で、まず覚えていただきたいのが海流ですね。潮の流れ、海の流れがあるんですけど、この黒潮、別名日本海流と言います。はい、暖流なんですけれども、と親潮、はい、で別名千島海流、まあ、千島列島の方から来るので千島海流です。はい、で寒流ですね、まあ、暖かい地域から来るのと冷たい地域から来るので寒流と暖流というのは、見分けてくれたらいいと思うんですけど、このまあそのなんでしょうね、気象 あの前線とかと全く同じで、低気圧高気圧のと同じで、この親潮と黒潮、ここでいうところの寒流と暖流の境目、ここはプランクトンが非常に多く集まる場所として、非常に良い漁場だとされています。潮境とか、潮目というふうに言われています。で日本は島国であることも相まってですね、この潮境や潮目が非常に多いので、良い漁場がたくさんあるんですね。なので昔から、たくさんですね、まあ、漁師の数の人たちももちろん多かったですし、第一産業第二産業に従事されている方も多かったですし、かなり漁獲量取れたので、採算取れてたので水産業っていうのはかなりメインに行われていました。ちなみにこちら側は対馬暖流とリマン海流ですね。それぞれ寒流と暖流なので、日本海側の方でもですね、漁ができるという状況です。まあ、一番有名なのがこの親潮と黒潮がぶつかる、まあ、三陸沖、宮城県沖ぐらいが一番有名なところじゃないかなというふうに思います。で、ただこれが今だいぶ2020年の現在ですね、変わってきてます。というのも1985年頃からですね、まあ、今から35年ぐらい前かな、ぐらいから漁獲量がどんどん減少してます、日本の。でこのあと例えば沿岸漁業だとか沖合漁業だとか遠洋漁業のお話をするんですけれども、トータルでも減ってますし、全部基本的に減ってます。どうしてかというとですね、まず1970年以降、これは別の動画の方ですね、排他的経済水域、排他的経済水域、いわゆるその領海、自分の海である12海里からの外の200海里のところまで、いわゆる漁業資源、海洋資源はその国のものだというお話をしたんですけれども、この EEZ の取り決めが行われたのが1970年頃なんですね。ここから排他的経済水域が設定されました。なのでこれは良、まあ、くも悪くもということなんですよ、結局。というのは以前は日本の漁船とかがいわゆる自分たちの今でいうところの EEZ 200海里、370キロぐらいですけども、その外にまでガンガン漁をしに行ってたんですね。で、まあ、その規制の法律なんかも少なかったんで、バンバン魚を取ってた。だけれども、基本的に相手国の EEZ、もちろん領海は論外ですが、に入って漁業をすることができなくなりました。なので、おのずと範囲が狭まったので、まあ、当然漁獲量も減るし、漁獲量が減ると採算取れなくなる。いうこともあって、やっぱり漁師になる方、漁師を目指す人たちも減っていってしまっているということなんですね。なので当然漁獲量が減ったことで、当然外国から輸入と、まあ、外国から輸入したから漁獲量が減ったとももちろん言えますけれども、やっぱりその安価な値段で大量に輸入することができる、こっちの方がいいじゃないかみたいな感じになっていってしまったんですね。はい、そして、それぞれのですね、漁業というのが、まあ、実際どういうふうに行われているのかというのをちょっと見ていきます。はい、まず沿岸漁業ですね。沿岸漁業で、沿岸っていうぐらいですから、排他的経済水域とかももうこれはほとんど関係ないです。ほぼほぼ領海内なんで、日帰りできる程度の沿岸部で行われる漁業ですね。なのでこれはもちろん今でももちろん行われていると。
で基本的に、1日で、漁をするということですね。サイとあサバとかアジとかタラとかタイとか、まあ、こういうのを取ってくるということですね。だけれどももちろんこれも漁獲量減ってます、はい、というのはやっぱりその魚を取りすぎてしまったせいで、生態系が狂ってきている、まあ、あるいは地球温暖化の影響、いろいろなことが呼ばれてますけれども、世界全体でもやっぱ漁獲量が減ってます。魚の数が減ってるんで、なので当然これ以上減らさないようにするために、まあ、環境保全や魚の数を増やすためにですね、毎年取れる漁獲量とかも厳しい制限が今あります。そういうこともあって、もちろん沿岸漁業でも数は減ってるということなんですね、はい。そして以前はですね、沖合漁業とこの後申し上げる遠洋漁業っていうのは日本の漁業のメインでした。で、沖合漁業というのは文字通り沖合で行う漁業で、この後申し上げるその遠洋漁業と沿岸漁業、これとこれの間ですね、中間地点ぐらいで行うものを沖合漁業と言ってます。だいたい数日ぐらいかけて漁をするのがメインですね、一般的ですね。こっち側は基本的に1日で、まあ、例えばサンマとかイカとかサバとか、はい、まあ、こっちにも入ってますけど、こういうのを行うと、まあ、これももちろん減ってるという状態です。そして以前はですね、この遠洋漁業というのもすごく大きな、一つの産業だったんですが、最近は遠洋漁業、すなわちすごい遠くの海に行く、今の現代だとその EEZ の内外で行う大型の漁業というふうに書いてるんですけど、もう EEZ の外みたいなイメージです。なので、昔はインドの方とかね、インドのマグロとか全然取ってましたけど、当然インドの領海内や排他的経済水域内入れなくなった、で取れなくなったんで、基本的に行うんだったら公海上で行うということになります。なので当然公海上ではどの国 の、 船も来る可能性があるので、まあ、漁獲量の制限なんかルールなんかも厳しいですね。で以前はそういうルールがなかった、ほとんどなかったんで、まあ、言い方悪くすれば取り放題みたいな時代があったんですね。なのでかなりこれは、メインだったんですけど、まあ、最近その EEZ、まあ、EEZ を定めたこと自体はですね、遠洋漁業がちょっと落ち込んじゃったってことも、まあ、あるかもしれないですけど、トータルで見たら国際ルールとしては正しかったと思うんですけれども、遠洋漁業ということを考えてしまうとやっぱちょっとその落ち込んだ理由にはなってるってことですね。で基本的にマグロとかカツオとか、まあ、カツオはこの沖合漁業の方でも全然出るんですけど、はい、で基本的にこれ船団で組んでいくことが多いと。ベーリング海のカニ漁とかって、この YouTube の動画とかでもご覧になってる方いると思うんですけど、まあ、過酷でめちゃめちゃ稼げるみたいなあると思うんですけど、まあマグロもそんな感じですね。もちろんあそこまでではないかもしれないですけども、マグロとかカツオもみんなで行ってみんなで取ってみたいな感じでしたね。なので昔の例えば漁師さんなんかはもう 1,2 ヶ月数ヶ月ですね、家に帰れないなんてことはまあありました。今少なくなってるってことですね、はい。でじゃあこういう状況を受けて、もちろんその漁業の漁獲量が減ってる、漁師を目指す人減ってるっていう、こうそのデフレスパイラルみたいにその悪い悪循環の状態なので、じゃあどうかしていかなきゃいけないということも当然なりますね。その時に今注目されているというか、もう実際に行われているのが、このいわゆる育てる漁業っていうやつですね。はい、育てる漁業で、育てる漁業はもともと漁業って基本的に漁をする、魚を取るというものだったんですけれども、やっぱ考え方を少し変えていこうということで、一応育てる漁業っていうのは2つあります。栽培漁業と呼ばれるもの、それから養殖ですね。でこれどういうことかというと、昔は養殖でした、基本的に。昔はというのは、これはもう大きなですね、まあ、広島の牡蠣とか、有明海の海苔とか、まあ、結構有名ですけれども、大きなその沿岸に作った、地域の中で、そこで、まあ、ハマチとかそういうのを飼ってですね、まあ、タイとかもそうかな、飼って大人になるまでそこで育てて、それをこう出荷するということでしたね。当然、まあ、栽培漁業のところでもそうなんですけれども、やっぱり魚ってたくさん卵を産むんですけど、小さい時はやっぱ天敵が多いこともあって、いわゆる成魚大きくなる数っていうのは、まあ、かなり少ないですね。これ動物の世界では当然弱肉強食の状態なんで、当然起こりうる。なので最初から最後まで、まあ、人間が面倒見てあげようよみたいなものが、
一般的なメインでした昔は。で今ももちろん行われています。ただこの養殖から少し切り替わってきている、この栽培漁業に。でこの栽培漁業ってのは何かというと、最初から最後まで育てるわけではなくて、卵を生けすやセンターですね、漁業センターで卵から返して孵化させて、そして稚魚になるまで一定期間ですね、そこまでは育てて、である程度独り立ちできるでしょうみたいなところまで育てて、そこから川に放流すると、海に放流すると。そしたらそれが、制御になってですね、あの数が増えてまた戻ってくるので、まあ、生態系も崩さないし魚の数も減らないし、あのいいよねということで、栽培漁業が、今後メインになってきていると。放流後に魚を取るということなんですね。で例えば鮭とか、はい、マダイとかヒラメとかエビとかサザエとかも、そういうのもそうかな、そういうのが今栽培業のメインになってきているということですね。でこれ僕魚好きだから言うわけじゃないんですけど、特に昔はやっぱり養殖と天然物って味が違ったって言われてますよ。これ漁業に勤しんでる方とかも僕よりも全然詳しい方多いと思うんですけど、やっぱりその動物園のライオンとサバンナのライオンが違うようにですね、やっぱりその自然界を生き抜いてきたやつと、やっぱり、人間に育てられてる、まあ、天敵がいない状況で餌を豊富に与えられてるっていうのはやっぱり味が違ったと言われてるんですね。なのでやっぱり養殖物と天然物って値段も違ったんですよ。けど今はこれかなりその漁師さんに話してきて技術上がってきてるんで、本当に養殖でも天然と同じようなクオリティの味のやつが、まあ、かなり出てるというふうに言われてます。ただその生態系全体のことを考えたときに、漁業の将来を考えたときには、やっぱりこっちに、少しずつですねこの数を増やしていった方がいいというふうに言われてるんですね。はい、それでは問題編の方に入っていきましょう。